はい、どうも、ジンです。今日はですね、お嫁に弾き語り動画をプレゼントしたらどんな反応をするのかというドッキリを仕掛けたいと思います。エメさんの片思いっていう曲があるじゃないですか。あれはね、去年からおめえ歌えよって言われて、ただ歌って動画にするってだけではちょっと面白くないかなと思いまして、まあ、どうすんなら誕生日プレゼントとして日頃の感謝も込めましてプレゼントしたいなと思います。僕たちはいつも動画をアップする前に僕が編集終わってできたものをお嫁にチェックしてもらってるんですね。そのチェックしてもらうタイミングで急に俺の弾き語り動画が流れたらどんな反応をするのか、聞くのか、泣くのか、無なのか、やっていきたいと思います。例えば君の顔に昔よりシワが増えてもそれでもいいんだ。僕がギターを思うように弾けなくなっても心の歌は君で溢れているよ。高い声も出せずに思い通り歌えない、それでもうなずきながら一緒に歌ってくれるから、我ばかり拍手も響き渡る、歓声もいらない、君だけ分かってよ、分かってよ。足りない夢が叶ったの、お似合いの言葉が見つからないよ。足りない夢が叶ったの、愛してる、たった一度の、味わってるんだよ。今日がメインディッシュで終わりの日には甘酸っぱいデザートを食べるの。山本にも全部フルコースで気が利くような、言葉はいらない、素晴らしい、特別もいらない、ただずっとずっとそばに置いていてよ。僕の思いは年を取ると増えてくばっかで好きだよ。分かってよ、分かってよ。えい、嫁。はい。動画チェックして。はい。
チェック。なんだこれは。おめでとう。ありがとう。抱きついてきたね。ありがとうございます。まあ頑張りました。私の方がうまいけどな。は？